サウスウェストディビジョンは、北米のプロバスケットボールリーグ NBA の、ウェスタンカンファレンスの3つのディビジョンのうちの1つ。ダラス・マーベリックス、ヒューストン・ロケッツ、メンフィス・グリズリーズ、ニューオーリンズ・ペリカンズ、サン・アントニオ・スパーズの5チームが所属する。シャーロット・ボブ・キャッツが創設され、2004から2005、シーズンから30チームに拡張するのに伴い、2カンファレンス。 拡散地区制に再編され、新たに、サウスウェストディビジョンが、ミッドウェストディビジョンに所属していた、ダラスマーベリックス、ヒューストンロケッツ、メンフィスグリズリーズ、サンアントニオスパーズの4チームとセントラルディビジョンに、所属していた、ニューオーリンズホーネッツで創設された。2005から06シーズン、地区優勝した、サンアントニオスパーズとダラスマーベリックスは、ウェスタンカンファレンスの勝率1位。 二位であったが、カンファレンス準決勝で対戦することとなった。このことから、翌シーズンにより、NBA プレイオフの方式に変更がなされた。創設以来、4度のチャンピオン、6度のカンファレンス、優勝チームを排出しており、プレイオフ進出チーム数の平均が3.5と、近年では、最強のディビジョンとなっている。2015年のプレイオフには、初めて全チームが進出した。 PO の数字は、プレイオフ出場時のシード順。文字は V、NBA ファイナル優勝。F、NBA ファイナル敗退。カンファレンス優勝。C、カンファレンスファイナル敗退。S、カンファレンスセミファイナル敗退。R、ファーストラウンド敗退。ダル、ダラスマーベリックス、ホヒューストンロケッツ MEM メンフィスグリズリーズの、ニューオーリンズホーネッツノップペリカンズ SAS。 サンアントニオスパーズ、ありがとうございます。